本日は、まあ、本出版おめでとうございますということで、まあ、陽キャ哲学というあの朴元さんが書かれた本を私のモザイク出版から出すことになったので、まあ、今回あの来ていただいたんですけど、いや、ありがとう。モザイクの協力、モザイクの協力のおかげでちょっと本で出版するに至れました。陽キャ哲学、朴元です。はい、どうも。さんのチャンネルも概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひぜひ登録お願いします。はい、はい、ではまずあの陽キャ哲学っていうのが何かって質問したいんですけど、ちょっと陽キャ哲学って聞くと、なんかその今からクラブ行ってはしゃいでこいみたいな、なんかその髪を金髪に染めろみたいな、まあ、そういうことなのかなと思っちゃうんですけど、そうではなく、なんか陽キャ哲学っていうのはどういった内容なんでしょうか。あのまず陽キャっていう言葉自体があの平成のワードだって俺認識してるのね。俺たち世代が作ったワードで、はいはい、まあ、Z 世代とゆとり世代のちょっと中間あたりのワードリングだと思うんだけど、まあ、その時のその何ていうのかな、一般的な認識としては、そのモザイクが言うようにクラブではしゃいでたりとか、高田馬場で路上飲みしてるみたいなウェイ系がイコール陽キャみたいな、まあ、考え方っていう風に見られてたんだけど、でもそれっておかしいなっていう風に思ったんだよね。なぜならその本を読むのが好きだったりとか、例えば詩を書くのが好きだったりとか、プラモデルを作るのが好きだったりとかするそのインドアな人たちって陽キャって言われないじゃん。でもその人の趣味じゃん、それって趣味の話で、なんか趣味がなんかその人を暗い人なのか明るい人なのかっていう風な、なんつうのかな、二項対立がおかしいと、おかしくねっていう話で、俺からするとそういう人たちにもなんか陽キャの要素があるんじゃないかなと思って、まあ、探したら、あの陽キャっていうのはなんか自分で主体的に能動的にその物事を決定したりとか、まあ、物を作ったりとか人に発信してたりとか影響力を与える人が陽キャなんじゃねえかなと思って、あのお前らの使ってる陽キャ間違ってるよっていうことで、まあ、カウンターワーディングとして陽キャ哲学っていうのが、なるほどなるほど。じゃあもうその世間で言うとこの陰キャ陽キャの陽キャになろうってことではなくて、それに対するむしろカウンターの意味も、まあ、込めた、そういったカウンター、まあ、陽キャ哲学になってるということですね。了解です。はい、じゃあちょっと次なんですけど、そのじゃあ陽キャ哲学実践した後でとか、その実践し続ける中でゴールとかこう明確な目標みたいなものっていうのは、それはあの人それぞれ違うかもしれないんですけど、まあ、パクモさんにとって何かあったりとかするんですか。俺にとってはこの日本社会っていうのが結構ボットの集団になることを結構危惧してて、で、まあ、それはまあ日本に限らないけど、先進国ではその SNS とか動画メディアによって、そのアルゴリズムがレコメンドしてきたものを、そのまあ受動的にまあ楽しんで自分の時間を消費していくっていう人たち、今後どん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 増えると思うんだけど、それに対抗するためには、あの、陽キャ哲学しかないなと思ってて、もちろんそれに対抗しなくていいっていう考え方もあるんだけど、俺はそれだと、なんか世界が楽しくなくなるなと思ったから、まあ、それが俺の中でのゴールかな。なんかそのいっぱい楽しい人がいるっていう状態が。なるほど、なるほど。いや、なんかその年収1000万稼ごうとか、なんか社長になろうとか、そういう、なんかすごい分かりやすいっていうものではなくて、さっきもおっしゃいましたけど、うん、能動的な人っていうのがどんどん増えて、社会がもっと良くなるっていう、それが、まあ、陽キャ哲学が持ってるゴールってことですね。そうだね。そもそも資本主義って社会を良くするって思ってないし、それも本の中で書いてあるんだけど、その年収1000万がなんとかっていうのはあの逆の発想だね、そのボットだね、その年収1000万稼ぐボットの話だから、まあ、それまでちょっとなんか資本主義は特にその懐疑的な人も多いと思うので、まあ、そういう方にもねぜひ手に取っていただきたいって感じですね、うん、はい、そうだね。まあ、あと最後にその本のなんか見どころだったりとか、なんかその面白い章みたいなポイントみたいなのがあれば、一つちょっと教えていただきたいです。はい、俺この章を、まあ、メインは基礎編と応用編っていう風に分けたと、はい、まずあの基礎編っていうのは結構誰が読んでもまあそうなりたいよねっていう当たり前のことが結構ずらずらと書いてあるんだけど、はい、応用編はもうびっくりすると思う。多分、はい、その、まあ、多くの人たちに多分嫌われるようなことをやりなさいっていう、まあ、ある種の逆張り的なことが書いてあって、まあ、その逆張りも
なんだろうな、まあ、理論があるんだよね。そのヘズマ流ではないというか、それも資本主義とつながってるわけじゃなくて、資本主義的にも、まあ、副産物として、まあ、お金儲かるかもしれないけど、もうそれ以上になんか社会を変えたりとか、まあ、周りの周囲の人間を変えたりする力があるっていう話。なるほど、ね、ちょっと詳しくは、ね、ぜひね、これ見てる皆さんに本読んでいただきたいし、僕も全部、ね、まだ読めてないので読みたいなと思ってるんですけど、いやでも結構配信の中でも自分は結構社会に今問題あるよねって言ってるんですけど、ちゃんとその哲学として体系ができてないので、そういったその面でもちょっと参考にしたいなっていうふうに思いますし、これ見てくださった方はね、ぜひね、私の動画のこのリンクから買えるので、まあ、Amazon の Kindle でも全然読めますし、読み放題で読めるので、まあ、ぜひ1ページでもいいので、まあ、読んでみていただきたいなと思います。パコモンさん、全部読んで、全部読んでほしいよね、はい、そうですね、まあ、多分読んだらもう1ページってことはないんで、どんどんスラスラ読むと思うんですけど、はい、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。うい。